みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのしほです。はい、ということで、今回ですね、今回は、私のね、習い事7つのカバンと、普段使ってるカバンのね、中身を紹介していきたいと思います。もう、黒ですね。確かに。あんま白のカバン持ってないよね。ほんと黒って感じ。まあ、黒が一番ね、汚れも目立たないし、使いやすいよね。使いやすいよね。で、このダンスのリュックは、この前ね、紹介したバッグですね。300円切ってことね。そうそうそう。なかなか使い勝手がよろしいようで。はい。はい、でこちらのカバンはね、これもちょっと読めなかったけど。そうね、これも紹介しましたよね。したね。懐かしい。はい、じゃあなのでね、紹介お願いします。はい。まずね、このダンス用のカバンの中には、はい、ここにね、会員証みたいなのが入ってるんですよ。はい。名前書いてあるんで。まあ、会員証はね、見せられないので、ちょっとね、とりあえず会員証ですね。会員証。出席表みたいな。行くとなんかポチって押してもらえるようなやつよね。いや、そういう感じじゃない。違うの？シールを自分で貼る。シールを貼るのか。はい。幼稚園生みたいな。はい。幼稚園生、例えが。続いては水筒ですね。今ちょっとね、仮に入れたので中身は入ってないんですけど、いつもこれをね、入れてます。はい。で、前ギョロ目ついてたんですけど2つとも取れちゃって、あと、落としすぎて傷がもう入りまくりですでも1時間しかないから飲めればね。そうなの、もうほんと傷が汚い。すぐ落とすんです。落とすし、なくすし、壊すしたまに忘れるしね。続いてはね、上着です。上着はこれ学校とかにも着ていくんですけど、今回はたまたま履いてた。そうだね、まあ前回着ていって帰りは暑いから脱いだって感じ。脱いじゃったって感じ。やっぱダンス終わった後はちょっと暑いからね。はい、上着着ていかないことが多いよね。あ、着てこないことが多いよね。はい。次にね、ラストです。靴ですね、こちら。はい、ダンス用のシューズでございます。ダンス用のシューズって別に普通の靴です。普通のね、こんな感じの、はい、靴でございます。こんな感じですね。ダンスなんで、室内なんで白なんですけど、普段は絶対白履きません、私。確かに白で履いてきたから、この先もずっと白で行きたくてそこは貫き通すわけね。そう、でも学校とかは黒で行きたいわけ、黒ずっと履いてたから、黒とピンク、黒系をもう、そうだね、履きたいわけ。バッグの中はピンク系ですね。そうですね、袋もピンクだし上着もピンク履いてるし、水筒、はい、もピンクだし、靴もピンク履いてるもんね。以上ですか。以上ですね。はい、こんなもんですね、ダンスなんてね、持ってくものは、うん、タオルとかも入ってないしね。普通タオルとかね、入れるのに。夏はでもタオル持ってってたでしょ。持ってないです。汗かいてどうすんの。垂れ流し。垂れ流しなんかちょっと超えてる。あっちい全然。そうなんだ。はい、はい、次にね、こちらのカバンをお出かけ用ですね、はい、まあ、新しく買ったばっかり。はい、はい、紹介していきますね。はい、中身はね、もう、いつも同じなんです、私。うん、まあ大体つまんないでしょ。まあ、はい、まず今の時期に必需品の除菌ですよ。除菌、はい、ウェットシートとティッシュですよ。と使い、まあでも使いかけていいんです、もちろん。ティッシュとハンカチ、はい、ハンカチのこの3セットはなんか自分の中でっていうのかな、なんか決めてて、なんかね、怒られるんです、私。だからこれが入ってないと、なんか怒られた記憶があって。ああ、ママとね、お出かけとかすると、土日とかにね、トイレ行くとさ、ママタオルって言われるんですよ自分で持ってきなさいよって言われるんですね。でも持ってきても私いつも言うよね。なんでよだから、だってママ持ってるんだもん。確かに持ってるけどさじゃあ今度は自分のを使ってください。やだやだじゃないよ続いては、はい、お財布ですね。はい、これも変わってませんね。変わってませんね。もうずっと本当にもうずっと使い込んでる。うんうん、
3年ぐらいから使い込んでるこれ。ん ?3 年どれぐらいかね。3年の冬ぐらいじゃない。4年か3年か。もう懐かしいよね。うん、本当にこれが好きで、このバイブが気に入ってるよね。ずっと使ってます、これは。一回なくしたけどね、うん、続いては、すごい、何それ。すごいジャラジャラなんですけど、はい、これはですね、イヤホンです。はい、2個入ってて、1つは Bluetooth のやつ、うんうん、これあのビンゴで当たって、あーウームの忘年会のビンゴ、ビンゴでもらって、うん、マジラッキーって。そう、今年は忘年会もねないからね。そうなのでね、うん、私が当たったから使っていいってここに言われて、うんうんうん、私が使ってます。そうだね、このこれ音いいんですよ、うん、めちゃめちゃ良くて使ってます。はい、で充電がなくなった時のためにこっち、うん、いつも使ってるやつ、お気に入りのね。これ一回なくしたんですよね。そう、一回なくした。それでなくして、もうなんか1ヶ月ぐらいだったんですよ。それでなくて、買ったら、買った2日後ぐらい出てきて、もうマジでウケると思って。いや、ウケないわ、本当に。だってさ、探して1ヶ月経ってなかったんだよ。でも買って2日で見つかったんだよ。マジウケる。困るよね、こういう性格だからダメなんですよね。次にね、パレットと、あとね、はい、3CE のね、鏡が入っております。はい、あとたまにね、リップが入ってるんですけど、もうマスクしちゃうからリップ使わないんですよ、いつも。だから最近パレットしか入ってないですね。はい、たまに大きいカバンだと、もうポーチ丸々入れます。うーん、ポーチ丸々こう入れます。はい、でね、そのね、パレットは最近エチュードハウスで結局買ったやつですね。そうですね、迷って結局買いました。どうですか。え、これマジで可愛いの。なんかすごいキラキラなんだよね。そう、目がキラキラする。本当に可愛いね、あのラメが入ってて、うん、可愛いと思って、ね、めっちゃキラキラして、今度ね、また使ってたところをね、動画にしたいと思います。はい、はい、ちょっと待って、何それ。鬼滅のね、あー、映画の剣だね。映画の剣がね、2枚入ってました。あれ友達と3人で行ったんでしょ、うん、なんで2枚。誰かの、じゃあお友達の分を持っちゃってたってことじゃない。なんでだろう。え、でも2人でも持ってるはずだよ。嘘、なんだろう。じゃあ紛れちゃった。でも15、14ってさ、隣じゃない。私15だよね。知らないよ。ラスト携帯です。はい、あ、で、そうそう、なんでカバーついてないかっていうと、あのこっちのカバーのね、あ、そうだそうだ、思い出した。ここにね、入ってたんですよ、ケースが。あ、そう、ね、いつも携帯入れてますみたいな。はい、こんな感じでございますね。以上ですね、以上、私のカバーの中身紹介でした。最近のカバーの中身ですね。まああまり変わり映えしませんけど、本当ね、基礎ですよね。基礎しか持ってない。みんなのカバンの中はもっとすごいのかな、おしゃれなのかな。え、どういうこと。え、なんかこうお花ポーチとかさ。あ、たまに入れてますよ、たまに入れてますよ。どれ、たまに入れてんのはどれじゃ、特別に。たまに入れてんの。え、たまに3つ入れてるの私。そうなの。空でも入れてんの、たまに。なんかね、世界を見せてやろうと思って。え、何を見せてやろう。外の世界を見せてあげようと思って。その3人に、うん、何それ。大丈夫、たまに入れてんの、空でも。でも本当にあの空なんで出すことはないんですから。ということで今回はね、私のね、ダンスのカバンと、このね、最近買った、最近使い始めたこのお出かけ用のカバンを、はい、中身を紹介してみました。はい、ということで、それではバイバーイ。すいません、あのですね、これも入っちゃいました、ハンドジェル。今ね、気づいたね。今気づいた。カバンの奥底に。これもね、あの最近雑貨屋さんで買ったやつ、はい、でね、冬なんで乾燥するなと思って持ち歩いてるんですけど、使ったことありません。え、でもあの持ち歩いてるんですよ、うん、家では使ってるんですよ、うんうん、持ち歩いてて一応ね、外で使ったことがなくて、うんうんうん、使うかなと思って。なんか外だとやっぱ消毒を優先にしちゃうからね。でもね、消毒だよね、うん、やっぱり、うん。
まあでもカサカサするなと思ったらつけるのがいいかもしれないね。1個持ち歩くのはいいかもしれないですね。ですよね、はい、ということで以上でした。ごめんなさい。